は、新年いただきまして、で、我が魂よ、主を褒めよ、そのすべての恵みを心に褒めよ。みんななんとなく理解できます？なんかすごく私たち神様を褒めたたえるけど、なんで褒めたたえるかっていうと、私たちが自分で勝手に生まれたのではなくて、神様が救っていただいたので、でそれ愛によって私たち救った。ですから時々みんなが、ああ私は大事じゃないな、私は誰も愛してないとか、それを思っちゃいけない。人間はどうであろう、神様は変わらない。人間は今日は好きけど明日嫌いとか、それは神様はない。もうずっとこのままに愛してくださるので、ですから皆様、それ何を忘れてもこれだけ忘れないで、神様はあなたたち一人一人を愛しています。それを忘れないでください。で今、頑張って読みますけど、もうちょっと間違えたりしてたらすいません。隣の、感謝で、新たにされる、頑張って読みますんで、ちょっと聞いてください。アーメン。まだ終わってねえじゃねえか。神を見上げて、我が魂よ、主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れなく、賛美とするするとき、神がさまざまな形で働いておられることを思い出します。許されていると確信できる心や身体が癒されたりします。でその言葉を聞いて癒されてくれるんですね。ちょっと時々体が痛んだりしても、私たちが必ず神様、どうか体が痛いんで助けてくださいとか、それ言ってるだけで神様本当に治してくれるんですから、もう本当に神様と何でも話せるから、恥ずかしいこと何にもないです。はい、ちょっと説明させていただきます。このように人生で全ての苦しみが完全に癒されることはありませんが、私たちの心は感謝によってすでに新たにされます。なぜなら神の愛がとこしえ